道の駅稲川は、兵庫県川辺郡稲川町にある、兵庫県道12号、川西篠山線の道の駅である。2000年8月18日に、道の駅として登録された。県道2路線が交差する交差点の角にあり、その交差点から南側は、この2つの県道の重複区間である。兵庫県の阪神間に立地する唯一の道の駅である。 当駅は2016年度の実績で、年間利用者数が約70万人、売上高が約5億円と高成績を上げている。稲川町では新名神高速道路の開通後に、さらなる集客拡大を目指して、施設機能の充実を模索していたが、現在地では、敷地面積が不十分なことと、川西 IC や野瀬電鉄、日清中央駅に近くアクセスが向上することを、理由に挙げ、 町内の南田原地区へ現行の約5倍となる約3万6000平方メートルの敷地を確保して2023年頃を目処に移転する計画を公表した。移転にかかる総事業費は約43億円と見込まれているが、町内では多額の支出を問題視して反対運動が起きており2019年9月執行の町議会議員選挙に合わせて、 住民投票を求める直接請求署名が町に提出された。条例案は6月の定例庁議会で審議されたが、賛成少数により否決された。町では2021年に移転候補地の用地取得を完了しているが、同年7月18日投開票の町長選挙では移転計画の凍結を訴える新人が当選した。その直前には移転後の運営事業者として、 町の入札に応じていた企業一社が事態を申し出、他に応募者がないため移転計画は事実上頓挫した状態となっている。ありがとうございます。